こんにちは、スカイドモです。前回のね、動画の回転の変え方の、続きというか、第2弾になります。で今回もちょっと回転の、理屈というか、そういう説明をしたいと思います。皆さんご存知かと思いますが、やっぱ回転かけるには、フィンガーの乗りというか、どこまで、乗れるかが重要になります。で、もちろんこの状態から、フィンガーをじゃあかけたとすると、フィンガーの動きがやっぱりなかなか乗ってないという、それよりもカップリストを、できてですね、その後に手首の解除ができれば、フィンガーの乗りがすごいここまでできます。なので、単純な違いといえば、これが大きいか大きくないかで回転の生まれ方は変わります。なので、カップをした後に、どこまで手首を解除できるかが、僕は、キーポイントだと思ってます。じゃあ早速ゆっくりゆっくり投げてみたいと思います。今日ですね、ちょっと簡単にはなったんですけど、これから段階を分けて、もしね、皆さんのこの回転をかけるっていう手伝いをできたらいいなと思ってます。僕なりの回転のかけ方ではあるので、回転っていうのはもういろんなかけ方がたくさんあります。なので皆さんいろんなものを参考にしてくれればいいなと思ってます。ではじゃあまたハウトゥー動画載せますので、ぜひぜひよろしくお願いします。スカイトモでした。